どうし指揮官、湯加減はいかが？気に入ってくれたら嬉しいわ。雪の日のデートスポットトップ10を見て、人をデートの計画を立てたのは間違ってなかったみたいね。特に用事がないならわざわざ私を探す必要もないわ。お互い自分の仕事をこなしていればそれでいいの。距離はしっかり取った方がいいでしょ。どうし指揮官、湯加減はいかが？気に入ってくれたら嬉しいわ。雪の日のデートスポットトップ10を見て、人をデートの計画を立てたのは間違ってなかったみたいね。外は雪が降っていて少し寒いけど、温泉に入れば温まるわ。だからどうし指揮官、早く入りましょう。ガングートとセバストポリがウォッカを持って中に入っていったわね。まさか温泉に浸かりながら飲み比べするつもりじゃ。どうし指揮官、後で止めに行こうよ。たまに吹き抜ける冷たい風、ぬくぬくとしたお湯、もしかしたらこれも氷と炎で例えられるんじゃない？長く入るとのぼせちゃうって。私は平気かもしれないわ。根気よくじっと待機するのに慣れているせい。同志指揮官の方こそ気分が悪くなったら無理しないで教えて。こんな時に緊急出撃要請が来たらどうすべきか。せっかくのデートなのにこんなこと考えちゃダメね。デートでは手をつないだ方がいいと聞いて。どうし指揮官、手をつないでみない？もっと近くに寄った方がいいの？ええ、わかったわ。私の頭に雪でも乗った？新しい任務ね。この後のタスクに入れておく。どうし指揮官、任務が完了したわ。予定では次のタスクは新しいメール？誰かしら。こんな時に同志指揮官の手を煩わせるなんて。獣王の子たちが団子を差し入れてくれたわ。同志指揮官、ちょうどいいところに帰ってきたし、一つどう？同志指揮官とは馬が合わないようで、ごめんなさい。特に用事がないならわざわざ私を探す必要もないわ。お互い自分の仕事をこなしていればそれでいいの。距離はしっかり取った方がいいでしょ。知らせてくれて感謝するわ。帰宅組が帰ってくるのを
忘れるところだった。絶対的な実力もまた任務の完遂を保証してくれるわ。大丈夫、緊急出撃の演習も一通りこなしてきたつもりよ。十分な情報に綿密な作戦がある限りしくじることはないわ。申し訳ない、当主指揮官、自分の失態は自分で取り返すわ。解けなさい。あと少し、あと少しだけ耐えて。特に用事がないならわざわざ私を探す必要もないわ。お互い自分の仕事をこなしていればそれでいいの。距離はしっかり取った方がいいでしょ。私の頭に雪でも乗った？ん？私の頭に雪でも乗った？もっと近くに寄った方がいいの？ええ、わかったわ。